はい、おはようございます。それでは定刻となりましたので、ただいまから市長記者会見を始めます。それでは市長お願いします。はい、皆さんおはようございます。それでは会見を始めさせていただきます。まず第一に、岡山市では市民に、市政情報など届けるために、公式のホームページをはじめ、広報誌、テレビ番組、インターネット動画、SNS などで情報発信を行っております。LINE についてもですね、平成の30年度から運用を行っているところでありますが、昨年度までは市からの情報発信ということで、対応させていただきました。ただ単なる情報発信だけでなく、さまざまな活用方法が期待できるということから、市民にとって便利で役立つサービスを展開していきたいと思っております。今年の4月からは学校の連絡、学校の欠席連絡を開始しておりまして、保護者と学校の双方から公表をいただいております。登録者は、今年の3月末で2万4000人から7月15日時点で6万人に増えております。この6万人は LINE の登録すべての方の数字ですよね。はい。今保護者と学校の双方から公表いただいているのは、あとすぐに登録者と言いましただけども、先ほどの LINE 登録の話、今申し上げた LINE 登録の話は全体の数字であります。岡山市では6万人ということになっております。今回より使いやすいものになるよう、8月から3つのリニューアルを行うことといたしました。一つが市の公式 LINE セグメントの配信であります。2点目が道路、公園の損傷等の通報であります。3点目がですね、メニュー画面の充実であります。先ほど申し上げましたように、本年の4月からはもう学校と保護者をつなぐ連絡ツールに、使わせていただいております。で、一つ一つを申し上げたいと思いますが、セグメント配信サービスであります。今までは登録した全員に対して同じ情報を配信しており、全員が関わる一般的な情報のみに絞り、発信回数が多くなりすぎないように制限していました。セグメント配信を導入することで、登録者が必要な情報を選び、興味のあるジャンル12種の情報を受信できるようになります。12種についてはお手元にあると思いますので、ご覧をいただきたいと思います。なお、災害などの市政に関わる重要な情報は引き続き登録者全員に配信していきたいと思います。2つ目は道路、公園等の通報機能の追加であります。道路や公園の損傷等を発見した市民が LINE のメニューに沿って操作するだけで、損傷状況の写真や位置情報等を容易に発信して通報することが可能になります。状況把握が、写真を見ることによって、非常に分かりやすくなるということで、効率的な維持管理も可能になります。3つ目はメニュー画面の充実であります。今申し上げたような機能や、よく見られるサイトのリンクなどを配置することで、情報を見つけやすくし、利便性を向上させております。メニュー画面、今開いていただくと分かりますけど、もうこういうふうに変わっていくんですね。
今後も LINE の活用などを通して、市民サービスの向上につながるサービスを充実させていきたいと思います。次の話題に移ります。新健康ポイント事業岡山晴れ活プロジェクトの開始であります。8月1日から開始する新健康ポイント事業、岡山晴れ活プロジェクトについてであります。平成26年から健康寿命の延伸を目指して、こういった健康ポイント事業を進めてまいりました。平成26年というと私が当選した翌年からなんですけど、なぜかということでありますが、岡山市の方々平均寿命は長いんですね。しかしながら健康寿命がなかなか全国平均にもいかないという状況になってました。ここでいう健康寿命っていうのは非常に難しい概念、人によって変わりうる概念であるんですが、自分で自立して、お医者さんに頼らず行動できるということで、どっちかというと客観的なものっていうよりも主観的なもの、岡山の場合医療が充実しているんで、少し医療に頼った時に健康寿命ではないと判断して、実際以上健康寿命年齢を申告される方もいるんでね、そういう面から若干健康寿命が低いのかなっていう話が一つ、そういう情勢もありました。しかしながらね、よく見てみると、通勤通学に、自動車マイカーを使う人の割合っていうのが圧倒的に多いんですよ。だからね、そういう面で歩くと健康になっていく。実は大阪、東京、大阪、名古屋の比較をしたのがありましてね、東京は公共交通非常に、充実をしているとともに、なかなかマイカー通勤っていう、道路の混雑状況もあり、駐車場のスペースもあり、マイカーでなかなか通勤できない。で、皆さん方行かれたら分かると思いますが、地下鉄でも地下4階5階ザラにある、常にエスカレーターに乗るわけじゃないでしょうから、そういったことで自然と歩いて、次に大阪、そして名古屋がね、一番歩かない、それによって、病気の種類もよって、具体的に何だったかはちょっと忘れましたけれども、そういう、歩くことがその健康に相当寄与していくだろうということ、そういったことを特に筑波の久野先生っていうのが中心でですね、そういう運動を起こしてまして、じゃあ我々もそういう乗っていこうじゃないかということを平成の26年からやっております。で、おかげさまで健康寿命は伸びております。平均寿命との差も少しずつ、縮まってはいますけれども、依然として全国平均を若干下回っている状況であります。で、直近の岡山健康大作戦でありますが、1万4千人参加いただいてはいるんですけれども、一定のその参加者の歩数は増加するなども効果はありますが、ただ参加者のうち、例えば令和3年度1年間を通してポイントを獲得した人、すなわち継続的に活動した人ってのは約4割なんですね。そういう面では
まだまだ今一つかなと、参加者アンケートの回答者3442人について見ると、運動習慣がある人の割合は事業開始時令和元年度に 59% であったわけですが、それが令和3年度には 63.5%、 4.5 ポイントの増であります。この評価、いろんな捉え方ができるんですけれども、まあ、なんて言いますか、個人の頑張りを促すことを中心に据えた事業展開だけではなかなか健康的な行動習慣には結びつけることが難しいという認識にも至ったところであります。加えてですね、この3年間新型コロナウイルス感染症により外出の控えもあったということも否定できないと思います。 G20 の岡山保健大臣会合が令和元年にあったんですけれども、そこでいくつかのポイントを提唱いたしました。その中でも社会的なつながりの創生って作るってことですね、作る生まれるの創生ですが社会的なつながりの創生ということに着目し、それぞれが生きがいを持ち地域の中で暮らしていくことの重要性を確認したところであります。こういったことを考えて社会参加にスポットを当てた新たなポイント事業を実施していこうと考えたところであります。新事業では町に一歩出る、友人と食事に出かけるといったことや、近くの文化施設の利用、地域のイベントへの参加など、出かけるきっかけとなるよう町のあちこちでポイントがもらえる店やイベントがある、そういった環境づくりをしていくと。また毎月ちょっとした特典がもらえる抽選やキャラクター育成といったアプリを楽しく使い続けてもらえる仕組みを取り入れているところであります。今回の健康ポイント事業では個人の頑張りを促すだけでなく、健康的なサービスが日常生活の中にあふれることで、無理なく自然と健康につながる行動をとる方を増やしていきたいと思います。対象は18歳以上の市民、市内在勤者、在学者、ぜひ、家族や友人、職場の仲間と誘い合って参加していただきたいと思います。案件は以上ですが、少し新型コロナウイルスの話をさせていただきたいと思います。岡山市内の新型コロナウイルスの感染動向ですが、もう皆さん方も数字ないしは肌感覚で分かっておられるんじゃないかと思いますが、少し増加傾向であります。7月10日からの1週間は 4.73、 前の週前週比 1.23 と緩やかな増加傾向が続いております。全国と比較しますと低い数字であり、幸いにも医療が逼迫している状況にはございません。しかしながら、これまでの感染動向から見ると今後夏の間に、一定の感染拡大の可能性があると思います。ただ一方でですね、これがちょっと心配なグラフなんですけども、4回目接種、これが令和4年の7月5日から始まるんですね。これがこういうカーブを描いて、高齢者の接種状況ですね、なって、で昨年の秋開始した接種はこの青の線、こういうことになって、今年の4月に開始した接種は最初のうちはね、4回目接種と同じ傾きを持ってますよね。でそこからなかなか
4回目、また秋接種の状況に追いついていってないんですよ。で、もちろん5類にはなったんですけれども、ワクチンを打たないと重症化しやすいっていうことは事実でありまして、私も、今岡山市の医師会の副会長をしている市民病院の院長今城医師とこの前、少し懇談をいたしました。彼曰くはですね、やはりワクチンを接種していないって言い方が罹患するとですね、重症になる場合があるんで、できるだけ、打っていただきたいというような話もありまして、こういう資料を作らせていただいて、高齢の方への接種を促していきたいなというように思っているところであります。報道の皆さん方、よろしくお願いしたいと思います。その他もちろんマスクの着用など、高齢者や基礎疾患をお持ちの方などと会う場合には、そういったことはやっていただきたいというように思っているところであります。私からは以上です。それでは質問を受けいたします。ご質問のある方は、署名、お名前、挙手をお願いいたします。産経新聞三宅です。おはようございます。はい、おはようございます。私からは健康プロジェクトの関係で教えてください。今回健康大作戦の時に比べて対象年齢を18歳まで引き下げていらっしゃるんですけど、市長おっしゃったようにその健康への意識づけっていうのはすごい大切で、で若い頃からっていうことを考えると18歳まで引き下げられたっていうことはすごいいいことだと思うんですけど、さらにもっと言えばそのもっと下の年齢でもよかったんじゃないかなというふうに思ったりもするんですけど、この18歳に線引きしたの理由を教えてください。例えばですね、この記者クラブでみんなでやろうやという時に35歳より、で行くとね、多分制限がかかっちゃうんじゃないか、全員は行かない。ただ18歳で行くとそれは多分全員、やることができる。だからなかなか外に出て、運動しない、歩かないっていうのは職場に行ってね、仕事をされる方が多いんではないかと。高校生までで行くとね、それは全員が部活入るわけじゃないかもしれませんけれども、通学の時っていうのはそれなりに岡山の場合は歩くないしは自転車、公共交通バスとかね、そういった方が多いわけですから、我々として、早くこういう健康習慣を身につけていただきたいというのは18歳で、十分なんじゃないだろうか。そしてやっぱり職場全体でね、こういった動きに参加していただければという趣旨から18歳にさせていただいているということであります。あともう一点、はい、これも健康大作戦の時に導入されてたと思うんですけど、SID の手法、今回のその、新プロジェクトでも同じような手法でいくんですか？ SID は今回は使いません。誰か担当いるかな。私が聞いてる範囲ではSIB でいくと企業とか、そういった方が出資ないしはいろんな参加をしていく、1企業あたりのこのそれ参加する量って言いますかね、それが非常に小さいんで、企業側としてなかなかその意思決定に参加しにくいって言いますかね、額が多すぎてもいかんのでしょうけど、
そのそういうことで各企業なかなか回って、お願いして参加していくっていうのにはちょっと馴染みにくいという話を聞いて、おりました。担当いる？はい、ああ、青森君がいたんか。はい、はい、はい。まあ、企業にとってみると出資をすると毎年の決算とかでいろいろ手続きがややこしくなるので、まあ、出資した額が小さすぎると手間がかかってなかなか難しいんですというお声をいただいています。まあほぼ同じですね。はい、はい、NHK の入江と申します。はい、はい、お願いします。はい、私からは LINE についてお聞きしたいんですけれども、改めてどのような背景でこのタイミングでリニューアルを決めたのかっていうところと、このリニューアルによってどういうことを期待するのかっていうのを教えてください。はい、まずは日々、このデジタル社会の中でより市民にとって便利なものにしていくということを考えている。それがまあ一つの節目になったということであります。そういう面からは、例えば今年の4月からね、学校の側と保護者側欠席をするとこの LINE で答えていくというんですごい重宝しているということであります。で、今回の場合もできることをやっていくということであるんですが、例えばね、道路損傷とかね、公園の損傷っていうのは、これは前から私はやった方がいいんじゃないかっていうように申し上げていたんです。ただ現場スタッフの方で、この道路の損傷で例えば写真が送られた時にどういう対応ができるのか、それがかえって、なかなかすぐに対応、まあ、スタッフも限られてますからね、対応ができないと逆に混乱をしてしまうんではないかっていう危惧があって、若干伸びてたんですが、実は、まあ、いくつかの都市で動いてみたと、この実績から言ってこれなら十分対応できるだろうと、まあ、若干先駆者にはなりえなかったっていう面で、私としては熟知したるところもあるんですけれども、ただそういう現場の混乱を招かないっていうのも一つの大きな要素でありますから、早めに、今やれるのであればそうすぐ動こうということになってこういうふうになったということであります。これからも逐次変えていきますんで、また期待していただければと思います。ありがとうございます。ちょっと先ほど学校の欠席連絡遅刻連絡というお話も出ましたけど、うん、その導入を4月からした手応えでまたリニューアルしようということになったんですか？学校が4月からで、なんでこっちが8月からかってこと？あ、そういうわけではなくて、どういうこの学校での欠席遅刻連絡を LINE 上でできるっていう制度がどのような手応えを感じてこれにつながったのかなと思いました。これとは8月1日のリニューアル。あ、それとは直接関係ないですよね。まあ、学期が始まるのが4月ですから、その4月にはこの欠席連絡はやっていこうということでやっているわけでありまして、まあ、その他もできるとこから早くやっていくということで、できるだけ早ければ早い方が良かったと思いますが、いろんなやっぱり準備の関係で8月になったということで、ご承知をいただければと思います。ありがとうございます。はい、SK の北原と申します。はい、はい、健康プロジェクトのことなんですけど、うん、改めてどのようなことを市民の皆さんに期待されるか教えてください。はい、先ほどと若干重複するかもしれませんけれども、岡山市民の方っていうのはやはり、特に通勤ですよね。
マイカーの負担、割合が大きいんですよね。だから点から点に動いていく、で点から点に帰っていく。そこでね、やっぱり自分の体を動かして健康 を向上させていくってはなかなかできない。それをやっぱり変えていくっていうのが一つです。でもう一つの要素としては、この3年間コロナで、なかなか出るのを皆さん控えられていた、そういった状態を変えていく。だからさまざまなイベントに参加したりですね、そんなことをしていきながら、この、まあ、健康っていいますかね、思考に変えていったらどうだろうかというように思ってるんです。ちなみにちょっとそもそもこう健康の要素って何だろうかっていうことを、まあ、G20 の時も随分議論はして、その前も久野先生たちとはやったんですけども、一つはね今言ったように運動、もう一つが生きがいを持つ、もう一つが食事、こういう3つの要素が一番大きいと言われてるんですね。で今まではその健康っていうところにシフトしていたものを、もう少し生きがいを持つ、そういったところにも考えて、もちろん健康もこれ例えば塩分がこのくらいだとかね、そういった、一定以下だとかそういうのを、示して、このプロジェクトの中にも入れているところでありますが、この3つの要素をうまく噛み合わせて、事業を進めていく、こういうことを考えていきたいと思います。食事も入ってたよな。KSB 瀬戸内海放送の松本と申します。はいはいはい、はい、LINE のリニューアルのことでお伺いしたいんですけれども、このセグメント配信サービスや道路公園の損傷の通報機能を市民の人にどのように使ってほしいかを教えてください。セグメント配信の方ですか？セグメント配信と通報機能、はいはい、LINE 登録されてます？はい、ね、時々来ますよね。で、それはあんまり頻繁にならないように抑えてんですね、うん。で、そういう面からいくとね、例えばイベント情報、今の話じゃないですけど、イベント知りたいなっていう方が、この前石山公園でカレーフェスティバルやったと、そういうのが入ってない。でそういうのを知りたいっていう人は、じゃ あイベントの観光イベントのところに入れるとね、まあ情報来るんですよ。 だけどあれだけの12種類を全部、送ってくるとね、これ見るだけでも嫌になりますから、そういう面では関心のあるものにだけ、登録してもらえば、全体配信ありますから、全体配信プラス先ほどの例えばイベントっていうと、その本人にとって求めるものが、送られてくる、そんなことになっていくんではないかと。まあ、道路損傷、公園損傷は私はもっと早めにやれたんじゃないかなと思ってるんですけれども、やはり写真写せますからね、写真でを送っていただければ、道路の例えば穴ぼこがこんなところに出ていると、 こんな大きいもんだったら、すごくこれは事故につながりかねないということで、修理に行く、補修に行くっていうことができると思うんでですね、今までよりもより効率的な対応ができるだろうというように思ってます。ありがとうございます、はい。あと1点ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、もし分かればでいいんですが、マイナンバーの自主返納がこの前6月末までの数字を教えていただいたと思うんですけれども、10
8月の中旬とか、もし。あ、最新の数字ですか。はい、わからない。いいよ、こっちおいで、おいで。そこじゃ聞こえない。についてはまだ集計をしておりません。数字的には上がってきてんの、まあ、いや最終集計は別にして、はい、いくつかの、はい、返却っていうのは出てきてる。それは出てきています。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではこれをもちまして、はい、市長定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。